久保武久さん、ソシエダ機関もやはりお疲れの模様。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。現在開催中のアジアカップで森保ジャパンは準々決勝で早々に敗退し、代表選手は皆所属クラブに戻っていきましたね。すでに南野選手や渡辺剛選手は所属クラブで試合に出場、共に中0日の強行出場が話題となりました。そして日本時間2月7日の早朝、今度は久保建英選手が試合に出場。古巣マジョルカとのカップ戦にスタメン出場したのですが、どうやら少々お疲れの様子。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はフットボールゾーンから。スペイン一部レアルソシエダは現地時間2月6日、コパデルレイ、スペイン国王杯の準決勝第1戦で同一部マジョルカと対戦し、0対0で試合を終えた。日本代表ミッドフィルダー久保建英は先発フル出場した中、疲れて到着したのは明らかだったと現地から評価を受けている。久保はアジアカップで日本代表として出場5試合のうち4試合でスタメンを務め、決勝トーナメント1回戦のバーレーン戦3対1ではゴールを決めた。2月3日に行われた準々決勝イラン戦、1対2でも先発出場し、後半22分までプレーしている。各選手は所属クラブへ戻った中、久保は翌4日にソシエダに合流、6日の試合で早速先発に名を連ねた。試合は両チーム決定機を作るもスコアレスドローに終わり、久保はフル出場し、フォワードウマル・サディクへの絶妙クロスでアシスト未遂も見せた。スペイン各メディアで選手評価が行われた中、スペインメディアエル・デスマルケは10点満点で採点し、久保に6点を与えている。前半はほとんど見られなかった、あまりに静的だった。その後ポジションを移して良くなり、最後はアンデル・バレネチェアと共にウイングにスイッチした。久保が疲れて到着したのは明らかだったと一定の評価が与えられた。同メディアの採点では最低点1をサディクが記録。ひどい試合だった、彼自身も結局は自分自身に絶望してしまったと、久保からのラストパスシーンを含め決定機を何度も外したストライカーに厳しい指摘もしている。またスペイン紙ムンド・デポルティーボでは、彼は試合に入って影響を与えるのに苦労した、前半は控えめだったが後半になると姿を現し始め、中に入ってホームのディフェンスに危険と不安を与えたと、こちらも後半のプレー改善を挙げた。このように伝えています。ではもう一つ記事を見ていきましょう。記事は超ワールドサッカーから。レアルソシエダの日本代表ミッドフィルダー久保建英が中2日でフル出場も制裁を欠いていたと評価されている。6日コパデルレイ準決勝ファーストレグでソシエダはアウェイでマジョルカと対戦した。アジアカップ2023を戦っていたが、2日に行われた準々決勝でイラン代表に敗れて敗退。翌日にはチームに合流した久保は、中2日で移動を伴った中で先発フル出場を果たした。しかし、疲労や負傷の影響もあり、プレーは精彩を欠くことに。右サイドから左サイドにポジションを変えるなどした中、71分には味方との連携から左サイドのスペースを突くと、ボックス内左から絶妙なパス。フリーのウマル・サディクが流し込むだけだったが、まさかのミスキックで決定機率0対0のゴールレスドローに終わった。フル出場を果たした久保についてスペイン EL デスマルケは6点10点満点の評価を与え、前半は良いところがなかったとコメント。疲れが見えたとした。前半彼の姿はほとんど見られなかった、静かすぎた。その後自分のポジションに集中しより良くなった。最終的にはアンデル・バレネチアとサイドを変えることとなった。彼が疲れて到着していることは明らかだった。またスペインノーティシャスでギプスコアも6点10点満点を与え、コンディションに心配な点があるとした。彼にとって試合に入るのは難しかった、時差ボケ、心配なテーピング、そしてセットプレーに参加しなかったという事実が心配の兆候となっている。ただサディクのチャンスをお膳立てしていた。このようになっています。試合を見ていると
久保選手は疲れもあるのでしょうが、古巣マジョルカのドン引きディフェンスに苦しんでいた。そんな印象のするゲームだったように見えました。マジョルカはソシエダがボールを持つとほとんど 5-3-2 のような形となり、左ウイングバックのジャウメコスタ選手が久保選手の進行方向を塞ぎ、さらにもう一人二人詰めて内側を塞ぐような形が多く、なかなか持ち味が出せていないように見えました。ただ本当にフレッシュな状態であれば、強引に選手間を縫って侵入していくようなプレーが見られたのかもしれませんけどね。ただこの試合、ホーム&アウェイのアウェイ戦での引き分けということで、チームとしては9大点ではあったと思います。ぜひ次のホーム戦ではマジョルカに打ち勝ってほしいところです。ではこの試合に対するネットの反応を見ていきましょう。コーナーキックはもともとブライスが蹴ること多くて、だんだんと久保になってきてたけど、離脱してる間にまた序列が戻ったんだろう。フル出場ではありましたが、見てて今シーズン一番疲れてるなと思った試合でした。サディックさえ決めてればな。サディック決めてよ。南野も渡辺も久保もみなチーム戻ってすぐ試合出たと美化されてるが、日本代表をなめてないか。代表でクタクタになるまで気迫の試合したから、チーム戻ってすぐは動けないくらいじゃないから、アジアカップボロクソだったんだよ。試合に出れる体調管理をして初めてプロフェッショナルなのでは。今回の記事についたコメントは少なめでしたが、71分、久保選手からの絶妙のグラウンダークロスを見事に外してしまったサディク選手のシュートを悔やむ声がいくつかありますね。この日サディク選手は前半にヘディングシュートを外したり、バレネチェア選手からのクロスに反応しきれなかったりと、正直出来が良くないようでした。彼自身ナイジェリア代表としてアフリカネーションズカップに招集されながら、膝の怪我を理由に1月13日に代表離脱。ところが4日後の17日にはソシエダで試合に出場しています。2週間以上の怪我ということでの離脱だったようですが、あまりに早すぎる試合復帰にナイジェリアの監督も困惑気味のようでした。なんだかサディク選手の話題に移ってしまいましたが、久保選手も今後怪我なくシーズン当初のような輝きを再び見せてくれることを期待したいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると、今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。